アンティゴネーコスタンダは、エジプトのモデル、インテリアデザイナー。1954年、ミスワールド優勝。名前について、コンスタンダとする報道もある。ギリシャ文字の音訳もコンスタンダに近いが、ここでは、ミスワールド公式サイトに従う。1934年頃、アレクサンドリアに生まれる。1953年、ミスエジプト1953で優勝。 ただし食品店を営む一家は、裕福とは言えず、ミスワールドに参加するための旅費を負担できなかった。ミスエジプト準優勝のマリナパパエリアがロンドンに送られ、ミスワールド1953で3位入賞。彼女はデイリーエクスプレス氏に不満をぶちまける。マリナはミスエジプトで私に負けたのよ。ミスワールドの王冠を所有する権利などないわ。主催者に、 損害賠償を請求してやる。主催者は答えた。コスタンダ・ジョーは来年ミスワールドになる資格はある。から落ち着いてさえくれれば。1954年、エジプト政府観光局は、彼女のためにミスワールド参加の旅費を負担することは、国家のための投資と判断。1954年10月8日、ロンドンで開催された、ミスワールド1954で優勝。 スウェズ運河をめぐって、エジプトと英国の間に緊張が高まっていたため、1955年の世界大会に彼女は出席できなかった。ミスワールド1955は、英国の女優ユーニス・ゲイソンによって退官された。ミスワールド以前から彼女は、モデルとして知られ、多くの出版物に写真を載せてきたが、ミスワールド以降はさらに、中東、フランス、イタリア、ギリシャで人気を博す。 1956年、イタリア映画、ダンソーレに出演。後にインテリアデザインに手を染め、商業ビルの内装業者を経営する。2006年、ミスエジプト審査員。ギリシャ語、英語、イタリア語、フランス語流暢に話す。ありがとうございます。